夢舞大橋は、大阪市小野花区の大阪北港地区にある二つの人工島、夢須と舞島の間にかかる橋梁。世界初の二重式旋回稼働橋。2009年8月1日の夢先トンネルの開通により、一般車も通行できるようになった。土木学会デザイン賞2018奨励賞受賞。二重式旋回稼働橋で、通常時は、 橋の下を小型船舶しか航行できないが、緊急時には稼働部を旋回させ、大型船舶の航行も可能な構造となっている。2004年と2005年10月に2回の海兵訓練を行ったが、機器がうまく作動せず海兵できなかった。2005年12月4日の訓練で海兵に成功した。以下は、その海兵訓練時の画像である。 その後、2006年10月、2007年10月、2008年10月、2013年11月、2016年11月にも、開閉訓練を行った。ABCDEF、協力年間夢舞大橋詳細データ。2013年12月24日閲覧。夢舞大橋の通行止めを実施します。大阪市港湾局。 h t t p w w w i t y o s a k a l g j p h o d o s h i r y o p o t 0 0 2 3 1 7 7 7 3 h t m l ありがとうございます。